出だしはいつもと全く同じ感じの第1ラウンド藤原。これで6月の12日挑戦者を決める試合なんですが、ムンチョン戦、町田さん、バンコックではですね、藤原勝だろうという予想が非常に高いそうですね。ああ、そうですか。やはりね、よく知ってますよね、あのタイの人たちっていうのはね。というのはこの藤原君に対するその戦い方ですね、はい、今までのキックボクシング、要するにあのタイボクシングですね、はい、ではどういうふうにこの藤原に対戦したらいいかということを彼らは非常にやっぱり考えるんじゃないでしょうかね。なるほど。今のタイボクシングの純粋のそのタイボクシングというものは非常にあの緩急といういわゆるその強弱、はい、それのはっきりしたスポーツですね。ところがあの藤原君のはそれを取り入れた上に動きがですねもう一つ違うんですね。リズムが彼らとはちょっとリズムの取り方が違う。そういうところがあの彼らのやはりあの藤原に対するその弱点になるんだと思うんですよ。なるほど。それはやはりあのメジロジュの黒崎ちゃんがねよくあのタイボクシングそのものを研究してこの動きを取り入れたんだろうと思うんですけれども、ですからあのそういう意味ではこの藤原を研究する場合にはそのリズムのつかみ方、これをよく考えてかからないとちょっと藤原君は倒せないんじゃないかと、そういうことが言えるんじゃないかと思いますね。第1ラウンドその藤原の動きですが、大沢さんどうです？いつもがあるんですね。1ラウンドは見てますね。見てますか。見てるケースが多いですね。サウスポースタイルに変えました。センシン、思い切った左のハイキック届きません。センシン、誘って右のローキック。藤原この辺り思う通りに自分の攻撃がヒットしております。藤原ロープを背負いました。選手横へ逃げました。第1ラウンドはまず相手を見たといった感じの動き。藤原、スコアが出ておりますが、第1ラウンドレフリー東西のジャッジ三者5対5。一方今日が来日第一戦のタイ国ウェルター級の選手です。選手ペッチャタヌン、19戦13勝5敗1引き分け 7KO、 年齢が27歳、タイ国ナコンサマン県の出身。立ち上がりまして第2ラウンドに進みます。まず左のキック2発。藤原、前回ラジャでイサラパップ戦ではこの左のミドルキック3発で、相手を倒しております。藤原、あーって左のストレート、地面をつきました。藤原ダウンです。大沢さん、はい、これは驚きましたですな。共にカウンター入りましたね。大丈夫でしょうかね。ダメージは、ダメージはないですね。ありませんか。もうあれはもうコーラケのゴールドのお客様が一瞬発見取られました。普通の選手でしたら立ち上がれないほどのダメージ受けてるはずですがね。左のストレートでしたね。藤原がダウンというシーンが見られました。珍しいですね。こうなりますと選手が調子に乗って出てくるでしょう。右でちょっと刺さりましたよね。右のパンチで、それから左ストレートですけどね。第2ラウンド、選手の左のストレートがカウンター気味に決まりまして、藤原がダウンを期しております。ダメージそのものはないみたいですね。そうですか。しかし藤原のダウンシーンというのはここ久しく、町田さん記憶ありますか？ありません、もう何年もなかったんじゃないですか、満員のお客様、後楽園ホールのお客様がびっくりするその藤原のダウンシーンが見られました。第2ラウンド、しかし回復力も早いですね。
ただ一度ダウンはありませんでしたけれども、前の増田君との試合でね、はいはい、ロープを背負ってあのように一発だけ綺麗なパンチをもらったことがありましたがね、はいはい、あの時も辛抱しましたからね、ただその後で藤原君が増田君に対して両ガードをだらっと下げてね、首を振って絶対にパンチをもう当てさせませんでしたね、はい、それほどの彼は神経を持ってるから、もう二度とあのパンチをもらうことはないとは思います。第2ラウンドの後半あと30秒切りましたが、藤原らしいベルトコンベヤーに乗ったような攻撃が見られるようになってまいりました。蹴り、左の蹴り、右の蹴り、左のパンチ、右のパンチ、これがいくつものバリエーションで相手の精神を襲います。左のフック、クリーンヒット、藤原。しかし第2ラウンドもうほとんど時間がない。藤原のショート連打、第2ラウンド終了です、はい、あれをもう一度思い浮かべて少し分析していただけませんか。はい、カウンター気味でしたね。そうですね、だからちょっと両者睨み合ってね、それで選手が右のジャブみたいなやつをね、はい、誘って左ストレートをまっすぐ持ってきましたね、はい、もう何か顔のもう本当のど真ん中中心部に当たりましたね、そうですね、ダメージそのまま大したことないと思うんですけどね。そうですか、そうですか、ただでも勝負、こういう勝負ですからね、やっぱり一瞬のミスをね、許されませんからね。まあそういったダウンシーンがあっただけに、町田さん、気の強さを発揮してほしいですね。またサウスポースタイルに変えました選手。選手の左2発、キック攻撃。ライト級の藤原に対しまして、選手は1階級上、ウェルター。今日の藤原のいい攻撃、この辺りいかにもカウンターを狙っております選手。第3ラウンドの選手の動き、選手は141ポンド2分の1 64.18 キロ、ローキックを送った藤原が136ポンド2分の1 61.90 キロ。5ポンド近い体重差があります。ただ気をつけなければならないのは、大事な試合を前にしての藤原君ですので、選手の苦し紛れの肘打ちですね、これで怪我などをしないようにということをちょっと心配しますね。そうですね、やっとバランスを崩しました。尻餅をつきました藤原、強引に右のアッパーを狙いました。そして右のストレート、藤原、だいぶ藤原のその攻撃にも気合が入ってまいりました。第3ラウンド、一つ左をジャブ気味に送ります。送りました藤原、右のショートアッパー、左フック、そして右のストレート、パンチの連打、全身ダウン、全身ダウン。これはどうやら決まった感じ、決まった感じ。第3ラウンド藤原猛反撃、全身をキャンバスに沈めましての KO 勝ちでございました。本当に、力の入りましたナックアウトシーンをもう一度ご覧いただきたいと思います。いや本当にヒヤヒヤしましたよ。どうもすいませんでした、ちょっと深く取りました。私ども大沢さんも町田さんも放送席で、いやこれはダウンはしたけどもダメージはそんなにないだろうと安心していいんじゃないかと、そういうふうに見てたんですが、どうでした。別に足腰には来なかったけど、はい、ちょっと出鼻くらったもんですから、あそんなに強いパンチはなかったんですけどね。それだけにですね、第3ラウンドこれは藤原君猛然と出てくんじゃないかな、さあ第3ラウンドだぞという、そんな感じで第3ラウンドを見てたんですが、やはりその通り気合が入ってましたね。別にダウンしたからってまで焦って勝負したんですけど、今日はなるべく焦らないようにそれを頭に入れてやった。なるほど、自分としては
もちろんあの納得のいく試合だったと。全然ダメでした今日はもう。そうですか、そうですか。第3ラウンドなんか素晴らしい攻め方だと思ったんですが、この試合を、終わりましていよいよバンコックでしょ。はい、そうです。一言キックボクシングファンに決意のほど聞かせてください。皆さん頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。頑張ってまいります。